男性者は大韓民国の映画館である。大韓帝国末期、同国が日本の保護国となった後の1907年6月4日、同国の主婦、ハンスン・フビョドつまり現在の位置に開館した。1939年3月27日には大陸劇場と解消している。第二次世界大戦後には、館名を男性者に戻した。旧来の建物を解体し、 新築落成した2005年1月からは、マルチプレックスシアターとして稼働している。新漢字表記は、男性者。朝鮮初の常設映画館の一つであること、加えて、初期において同館は、映画制作を行っており、朝鮮映画第一号とされる、ギリテキアダウチを、制作、公開したことで知られる。 1918年12月21日落成した4階建ての男性者1907年6月4日、当時の大韓帝国の主婦、ハンスンフの平等に男性者として開館した。当時の同国はすでに日本の保護国であり、1910年8月29日には韓国併合によって日本の統治下に入っている。開館当時の同館の所有者は金善必殺であり、 当初からすでに日本人が同地に入植しているものの朝鮮人向けの映画館であった。観客定員数は350名と小規模な木造の映画館であったが、1914年1月28日には改築によって1000名に拡大している。1917年には日本人の実業家田村議次郎に同館の所有権が移転している。 同館オーナーに就任した田村は、当時同館の他にも形状府内に黄金遊園を所有し、そこには黄金館及び高等演技館を経営していた人物である。オーナーの田村は同館を入手した翌年の1918年12月21日には、約6万円を投じて同館を4階建てに改築、再開館し、同館支配人に牧唱室を任命。 同館の経営を任せた。1920年前後には田村は死去し、没後は妻の田村美音が同館の所有権を継承した。僕は同館を洋画専門館に切り替え、黄金館内に存在した天活千万一括代理店が配給する天然食活動写真が輸入した欧米の映画を上映した。やがて方は映画制作も手掛けるようになり、 天マ勝カツの撮影技師、宮川隼之助を起用して、義理的あだうちを制作、1919年10月27日に、これを公開した。同作は、連鎖劇といって、当時の日本で流行した映画と実演で構成される、ものであったが、後に、朝鮮映画第1号あるいは、韓国映画第1号とみなされた作品である。同作は、天マ勝カツが制作、 配給した連射劇、船長の妻からの影響が指摘されている。僕は、同館の制作部門を男性者牧省、出演ゲームとして組織し、映画館経営のから、映画制作を行った。同館は、遊美館と並んで、高級な洋劇を上映する映画館であり、朝鮮全域においても突出している旨、高く評価されていた。 1925年に発行された日本映画年間大象13.4年によれば、同館の敷地は146坪、観客定員数は960名、所有者は田村信子と記載され、支配人は牧章、室。工業系統は、松竹キネマ及びユニバーサル映画、従業員数は40名、内映画説明者が6名、学士の人員数の記載はないがオーケストラを、 編成していたという。当時の同館では、外国物を中心に興行していたが、男性者牧賞、出演芸部が制作した、長編劇映画、昭花グレンデンを上映し、好評を博したという記録が残っている。1927年に発行された、日本映画事業総覧昭和2年版によれば、当時の所有者、経営者は、田村信と記載されており、支配人は、 牧章、室、観客定員数も変わらず、工業系統は、牧野プロダクション及び東和キネマであったという。当時の同館では、パリの女性や、不残腐の朝鮮キネマプロダクションが制作した、カゴノトリを上映して、好評を得た。1926年10月1日には、同じく、朝鮮キネマが制作、カゴノトリの脚本を書いた、津村修一ことら運慶が監督。 主演したアリラムを同館で公開している。1935年10月4日にはトーキー版のハルカデンを同館で公開した。1939年3月27日には大陸劇場と解消している。時期を同じくして経営者が変わっており、1942年に発行された映画年間昭和17年版によれば、同館の経営者は石橋良介。 支配人は、須田孝一、観客定員数も650名と、大幅に減少している。石橋良介は、道府内明治町一丁目54番地に、明治座を経営する人物である。第二次世界大戦が始まり、戦時統制が敷かれ、日本におけるすべての映画が、同年2月1日に設立された。 社団法人映画配給者の配給になり、映画館の経営母体に関わらず全ての映画館が、クレナイ系、白系の日系統に組み入れられるが、同資料には、同館の工業系統については記述されていない。1953年頃の同館。浮気なカロリーヌを公開中、デカメロンや和が公開を控えている。この建物は2001年に解体された。 1945年8月15日、第二次世界大戦が終了し、同年9月8日から1948年8月15日に大韓民国が建国されるまでの間は、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁がこの地域を統治した。1946年1月31日、ヤカを男性者に戻し、観客定員数も1,117名と増やして、 営業を開始している。1953年頃には、浮気なカロリーヌや、デカメロンや和王道館で上映したことを示す写真が残っている。同時期、モガンボも道館で公開されている。同作は、改築新総会館披露特別プロである旨が、当時の道館の広告に記載されている。1974年8月15日には、資金に、 地下鉄1号線の小路3階駅が開業。1996年12月30日には地下鉄5号線が開通した。2001年8月31日、同日をもって長年親しまれた旧来の建物での上映は終了して、休館に入り、翌9月1日、建物の解体に入る。2005年1月、現在の地下4階、地上9階のビルが、 新築落成し、ドービルの内部に7スクリーンのマルチプレックスシアターとして再開館した。2006年9月、さらに3スクリーンを追加10スクリーンとなる。2008年4月にはメガボックスと組んでシノス男性社を設立したが、同年9月23日には倒産。同年11月19日には株式会社アサーン M 男性社が設立され、以降、 同社が同感を経営している。ありがとうございます。